皆さんこんにちは。11月6日の大会をもって独身を卒業します大川由美です。後楽園大会とオズの新宿大会が終わりましたら、海外に飛んで入籍と、挙式を行います。その際に、やっぱり結婚するからには子供が欲しいなと思いまして、妊活準備に入らせていただくことになりました。オズさんは11月6日新宿大会で一応、妊活前ラストマッチとなります。ウェーブは、一応体と相談しながら、妊活の準備に入っていきたいと思いますので、徐々に試合数を減らしてそのうち欠場に入ると思います。本当に期間はいつから休むとかはまだ決まってませんが、もしかしたら早く、本当に欠場に入ってしまうか、もしくは長くやってしまうかもしれませんが、皆さんぜひ11月6日ウェーブとオズラスト独身卒業マッチ見に来てください。よろしくお願いします。引退はしないです。引退はしないです。そのまま一応子供ができて生まれたら復帰したいと思います。だからなる早で、復帰したいので、なるべく早く妊活もうまくいったらいいなと思います。ウェーブの会場には行きます。一応妊活中も、安定期というか、生まれるまではいると思いますので、会場でぜひその時はお会いしましょう。受付とかやってます。お待ちしてます。